どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、シェラトンサイゴンホテル&タワーズのねホテルにこちらねいるわけなんですけども、今回ですねベトナムから、バンコクの方にね、行きたいなというふうに思っております。であとね、10分ぐらいでねチェックアウトしていきたいななんていうふうに思っているんですけども、今回ですねバンブーエアウェイズ、皆さんステータスマッチで取られましたでしょうか。ステータス私もねあの動画出させていただきまして、ステータスね取ったわけなんですけども、今回ねこのバンブーエアウェイズねちょっと利用してみたいなと思いまして、このねベトナムに来たっていう次第なんですよね。で本日ですね、このベトナムから、バンコクまでバンブーエアウェイズね利用させていただきますので、まあ、実際ねどんな感じでステータス特典ねいただけるのかっていうのとですね、まあ、飛行機自体もですね私乗ったことがございませんので、まあ、どういったサービスがね受けられるのか、ぜひね楽しんでいただければなと思います。ということで、もうしばらくしたらねチェックアウトしていきたいななんていうふうに思いますんで、ちょっとね最後のあの忘れ物チェックねしてチェックアウトしていきたいと思います。いや非常にねバンブーエアウェイズね、まあ、ステータス取りましたんで、非常に楽しみにしておりましたんで、今日ねかなりワクワクしております。ということで行きましょう。よいしょ、最後のチェック、パスポート OK、よし、じゃあ行きましょう。いやーここめちゃくちゃ良かったな。いや次回来る時もねまたここ泊まりたいですね。あ設備が充実してて足りないもんはないですね。うん、まあ、ちょっとホテルが古いのがね嫌だっていう人はねちょっとあれかもしれないですけども、じゃあチェックアウトもラウンジでできるのかな。まあ、チェックアウトはわざわざラウンジしなくていいですね。もう多分ラウンジでチェックアウトできると思いますけど、うん、もうする必要はないですよね、うん、ということで1回でチェックアウトしてまたグラブでね頼んで空港行きたいと思います。ということでチェックアウトですね、今グラブ頼みました。チューさんが来てくれるみたいですね。では外で待機したいと思います。行きましょう。 Thank you。ということで乗り込みました。ちゃんとこんな感じで感染対策なのか、シートとかもしてありますね。これはすごい。ということで今日でベトナムともお別れですね。いや非常に楽しい街でした。では30分ぐらいですかね、空港まで揺られたいと思います。 Thank you。よし、ということで行きましょう。多分ここも入り口でねエアチケットのチェックがありそうですね。ということで行きたいと思います。ということでありますね、14時発バンコク行きバンブーエアウェイズ QH325 J カウンターみたいなんで行ってみたいと思います。もうやってんのかな、ちょっと行ってみましょう。はい、ということでまだね人はいないんですけども、プレミアムチェックインちゃんとありますね。いやいい。ということでプレミアムチェックインでもうちょっとしたらねチェックインしていきたいと思います。いやすごいですね。ちょっと見逃しましたね、カウンターオープンは10時55分って書いてありますね。ということなんで今ね9時半ぐらいかな、ちょっと時間ありますんでこの辺でね、ゆっくりしてたいと思います。いや本当にねベトナムはタクシーが安くていいですね。ちょっと言い忘れてましたけど今ね、ホテルから30分ぐらいの距離、まあ25分ぐらいですかね。今日はね空いてましたね。前来た時は結構かかった覚えなんですけど、今回はね結構早かったですね、はい、20分ぐらいで着いたんじゃないでしょうか。であれですね、だいたい750円ぐらい、はい、いや30分近くね、まあ20分今はね20分ぐらいだと思うんですけど、まあ、それぐらいの距離を乗ってね、はい、700円ぐらいだったら全然いいですよね。ありがたい。ということで、すいません時間をね読み間違えてましたね。今10時半なんであと30分ぐらいですね。これねちょっとゆっくりしてたいと思います、カウンターはね今準備されている感じになります、はい、看板とか出てねちょっと、はい、どんな感じでステータス特典が受けられるのか楽しみですね、はい、ではちょっと待ちましょう。ということで時間になりましたのでチェックインしていきましょう。あれですね、残念ながら全くと言っていいほど誰もいないですね。あのお客さんはね荷物を置いて並んでるんですけど、係員の方が誰もいらっしゃらないですね。もう時間なんですけども、まあ結構ゆっくりしてるのかもしれないですね。でも奥の方にねいらっしゃるんで、もしかしたら
これからスタンバイ入るのかもしれないですね。もう10時55分になっております。ということでここね、はい、プライオリティチェックインね、はい、使ってチェックインしていきたいと思います。ということで無事ねチェックインすることができました。今回ねエコノミークラスで利用させていただいてるんですけども、 B ラウンジと書いてあったら多分ラウンジ使えるんじゃないかなと思います。でね、シートもですね本来ねあの通路側の座席じゃなくて真ん中の座席だったんですけども、窓側の座席にねしていただきました。いやありがたいですね。早速制限エリアの方ね行きたいと思います。ボーディングタイムは13時25分ですね。結構たっぷりありますんで、ゆっくりねしたいと思います。では行きましょう。それでは無事出国審査セキュリティチェック終了しました。チェックインの際に3階のラウンジがね使えるという話でしたので、こちらね、行きたいと思います。ということでこちらのラウンジですね、はい、こちらにねバンブーエアベイズの名前が入っておりますね。こちらスタアランスも入れるのかな。あ、もう全部一緒ですね。 ANA も JAL も書いてあるんで、あ、ラウンジはここに1箇所になってるみたいですね。ではちょっとバンブーエアベイズのステータスカードを出して入りたいと思います。ではね入ってまいりました。フォーが食べれるんだ、すごいですね。自作フォーがねこっちからまた多いですね。ここでスープを入れて、ちょっと麺がどこでもらえるのか分かんないな。あ、このお皿の下に麺が入ってますね。で好きなものを入れていただくという感じですね。あとチーズとハム、あとパンとか、あとこれは何だろう、かわいいゼリーみたいな、あとリンゴ、バナナ、あとこれは何だろう、あ、ちょっと分かんないですね。はい、こちらです。で、あと卵、あとお粥ですね。あ、あとサラダ、サラダ、あ、お米とゆで卵、あとじゃがいもと、これは油揚げ、厚揚げですかね。あとソーセージとお肉、あ、めちゃくちゃ充実してますね。チキン、パスタ、飲み物もね一通り揃ってますね。ティーまである、ちゃんといいですね。これはサントリーって書いてあるんでちょっと飲みましょうか。うん、これは普通の緑茶じゃないですかね、違うかな。でビールとかもありますね。あとトロピカーナのジュースとかもある。でお水、ソフトドリンク、ワイン、でこっちは氷ですね。スパークリングワインとかはなさそうですね。あとシリアル。ということでベトナムね最後ということで、はい、ラスト4にしましたということでいただきましょう。もやしだけちょっとトッピングしました。いただきます。まあちょうどお昼ということでいいんじゃないでしょうか。めちゃくちゃうまいです。あとこのサントリーの緑茶だと思ったらこれウーロン茶かもしれないですね。色的にもう緑茶じゃないよ、ね、いやウーロン茶でもないね、すごいこれはね日本にはない味だな。うん、甘いです。何茶って言うんだろう。うん、甘いっすサントリーでこの色だったんでね、もう完全に緑茶だと思ったら緑茶でもないしウーロン茶でもないっていうね。ほう、めちゃくちゃうまい。ということでゆっくりして、搭乗ね1時25分なんで1時間半ぐらいありますんでね、まあここで仕事しつつゆっくりして、まあ実はっていうわけじゃないんですけど、こう航空会社のラウンジでもありますけども、ここねプライオリティパスでも入れるんですよ。ですんで何ですかね、航空会社のステータスを持ってないと入れないっていうわけではなくて、まあ普通にねプライオリティパスで入ることができますので、まあ、持ってない方はねプライオリティパスで入っていただければなと思います。ということで残りね食べてゆっくりねしたいと思います。それはね、もうそろそろしたらねラウンジ出ようかなって思ってるところなんですけど、ネバー航空が止まってますね。トリプルセブンかっこいいですね。いやこのラウンジね非常に窓がねこんな感じで開けておりますんで、飛行機ねバッチリ見えて非常に楽しいですね。私のバンブエアウェイズあれですかね、はい、ちょっとゲートを確認してないんでわかんないですけども、こっから見える感じだと、バンブエアウェイズはあれしか止まってないですね。チェックインのお姉さんとかねめちゃくちゃ親切にやってくれたんで、いやアライアンス加盟してほしいですね。できればワンワール
まあ、JGCC を検討してますんであれですけど、はい、ということでもうしばらくしたらね、出ようと思います。こんな感じでマッサージシェアも無料でできるんですね。奥の方にあります。ラウンジはね、思ったより広いですね。はい、窓があってこんな感じで一人席もあってで、デスクエリアもあります。はい、こんな感じで結構いいですよね。うん、ということで時間になりましたので搭乗ゲートにね向かいたいと思います。ゲートね、19ゲートです。では行きましょう。この2階エリアはね、3階エリアがラウンジとかね、あのお土産屋さんもあるし、バーとかカフェみたいなのもねあります。下はね、下の階にね免税店とかね結構あるっぽいですね。2階部分になるのかな、2階部分にはこんな感じでお土産屋さんとか免税店とかもねありますね。はい、免税店は、免税店はあっちですかね。はい、あります。結構ね縦に長い感じになってていろいろ売ってそうですね。まあ、お酒とかチョコとかあります。ハリボーグミとかもね、うちの息子も大好きなハリボーグミもあります。あと喫煙所もあるんだ、すごいね。19から20はそこですね。あ、ここは工芸品とかかな、売ってますね。こちらですね、私が乗るのは多分これですね。もうチェックインになってる。 ANA がその後0時25分、だいぶ先ですけどここから出るみたいですね。では行きましょう。19ってどっちなんだろうな。20 19 19、あっちですね。ありました、ありました、19番ゲート。この店はやってないみたいですね。ではね、ゲートつけましたんでここら辺で待ちたいと思います。Thank you。 ということで無事優先搭乗もさせていただきました。いや、ステータス測定バッチリですね。ということで搭乗していきたいと思います。こちらがビジネスクラスですね。はい、あのよくあるここのほとんど同じ座席なんですけど、あのカーテンで仕切って食事が多分出るんじゃないかなと思います。これがビジネスです。その後ろはもうエコノミーですね。ということで無事ね、搭乗いたしました。今回ねエアバス321ですね。こんな感じになっております。でですね、私の前の座席はもうねビジネスクラスということで、見ていただければ分かる通り、あのシートがね大きいですよね。はい、でシートポケットは安全の使用等とエチケット袋とか、あと、まあ、ギフトとかモデルプレントとかも買えるんですね。あとこういうのあると。でここにポケットが2つあって、あとねフットレストがついてるんですね。これはこんな感じでフットレストを利用することができます。シートピッチはね残念ながらかなり狭めですね。これは ITA Airwaysとあの匹敵する狭さかもしれない。これは体の大きい人はねかなり窮屈だと思いますね。はい、はい、こんな感じになっております。今回私はね 3F という窓側の座席です。で座席はね33でビジネスクラスは22みたいな、ね、そんな感じになっております。で今回ね、窓際の座席を押さえておりますので、こんな感じでね、外の座席、外の景色をね楽しむことができます。隣に泊まってるのはベトナム航空ですね。あれは777かな、ちょっと微妙ですね、分かんないですね。はい、ということで約1時間半ぐらいのフライトですね。楽しんでいきたいと思います。多分ねパンパンだと思いますね。あの購入する時にもね結構埋まってたのが見えて、あの搭乗もねかなりいい勢いで皆さんしておりますので、おそらくねほぼ満席のフライトになるのではないかと思っております。機内食とかどうなんですかね、ちょっとそこら辺はねわからないです。多分出ないんじゃないかな、ビジネスクラスだけ提供みたいな、そんな感じじゃないかと思います。ということで間もなくね離陸となります。20分ぐらいディレイしてますね。はい、なんかずっとね飛行機の隣に
車の機械みたいのがずっとついて、ずっとなんか作業してましたね。はい、ということで無事飛べそうで良かったです。まあ、ひとまずね、今回は乗り継ぎ等々もありませんので、バンコクでね、泊まりますんで、遅れても全然 OK なんですけども、まあ、ひとまずね無事飛んでくれることを祈るばかりですね。で、残念ながらですね、ビジネスクラスの空きはあるみたいなんですけども、一応ねこのファーストってステータス特典を持ってるとね、あのアップグレードみたいな感じでビジネスに空きがあればね利用できるみたいなんですけども、まあ、今回ね使えないみたいですね。一応ね聞くだけ聞いてみたんですけども、ちょっとできないよみたいな、そんな話でした。まあ、なぜできないとかなぜできるとか、そういった類の話は分かりません。ということで、もうしばらくしたら離陸となります。購入するとやっぱ年債チャージに上がってる部分もありますので、もうちょっと高いかななんていうふうに思うんですけども、まあエコノミークラスをね利用したとしても、ラウンジとかね、優先チェックインとかね、まあ優先搭乗とかそういったサービスは利用することができるので、まあ、機会があればですね、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで、約ね1時間10分のフライトを楽しんでいきたいと思います。ということで、何もないと思ってましたけど、機内食ありました。なんかアルコール消毒シート、ありがたいですね。ちょっと飲み物はねやめておきました。今回ね3列シートの窓側でお手洗いね行ける状況じゃないんで、ちょっと水分を控えておこうと思います。ということで、いただきましょう。いや、もうウソウソしてたらね、ガシャガシャ音がしたんで、なんだろうと思ったら機内食で、ね、ありがたいですね。いや、すごいですね。1時間10分ぐらいのフライトで、このエコノミークラスのサービスって相当大変だと思いますけども、ということはビジネスクラスはちゃんとセットの食事が出てるっぽいですね。うん、ということで、何なんでしょうか。待ってみます。よいしょ。これは、ハムチーズ、ハムツナマヨっぽいですね。ハムツナマヨっぽいですね。いただきます。入ってるのはね、トマトとハムとツナみたいな、はい、めちゃくちゃうまいですね。一応国際線だから出してるんですかね、すごいですね。それではね、着離体制に入りました。本当にあっという間ですね。うん、もうね、地上もかなり見えてきて、もうしばらくしたら着陸となります。いや、本当にあっという間のフライトでしたけども、はい、軽い軽食まで出てめちゃくちゃ良かったですね。
lengkap dan memang berhak kencang sebagai kota sudah bawa bila lah pada bulan Mei tu je. Thank you. Thank you. Bye.はい、ということで無事ね、到着いたしました。バンコクソンナプーム国際空港ですね、2日前あたりに来ましたけども、本日はね、こちらに、滞在するという感じになります。まあ、滞在しても乗り継ぎなんですけども、今回ね一旦ここで動画ね区切らせていただきたいなというふうに思いますので、今回ね、バンブーエアウェイズね初めてステータス持って乗らせていただいたわけなんですけども、まあ、シートピッチはちょっと、狭めでしたけど、ステータス特典ね十分使えますんで、もしね今後、ベトナム等々ね、まあ、バンブーエアウェイズ就航しているところね利用される際はですね、ステータス持っている方はぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。